存在のない子供たちは2018年のレバノンのドラマ映画。監督はナディーン・ラバギー。脚本はラバギー、ジハード・ホジェイリ、ミシェル・ケサルアニ、ジョルジュ・カッパス、ハールド・ムザンナル。実際にシリア難民であった子役の全員あるラフィーヤがベールートのスラム街に住む主人公の12歳の少年全員を演じており、エチオピア移民の若い女性エラヒルとその幼い息子。 ヨナスとの出会いを含む全員の人生に焦点を当てた回想形式で語られ、子供たちが直面する様々な問題が描かれる。2018年5月17日に第71回、カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で、プレミア上映された後に15分のスタンディングオベーションを受け、審査員賞を獲得した。北米よび中南米での配給権のラバキーの前作、 私たちは、どこに行くのと、同じく、ソニーピクチャーズクラシックス、国際配給券は、ワイルド・バンチが獲得した。この映画のラバキーの演出、あるラフィーヤの演技、ドキュメンタリーのようなリアリズムは、批評家に絶賛され、ニューヨーク・タイムズと、マノーラ・ダルジスト・ a ーオー・スコットは2018年の、最高の映画の一つとして挙げた。また、 第91回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた。存在のない子供たちはアラブ映画及び中東映画としては史上最高額を売り上げており、制作費400万ドルに対して全世界の興行収入は6500万ドル以上に達した。最も売れた市場は中国であり5400万ドル以上に達した。 アラビア語現代の及び英代のカパーナムはカペナウムのことである。第71回カンヌ国際映画祭のキャストと監督脚本、監督のナディーン・ラバギーは映画の構想について次のように述べている。結局のところ、子供たちは私たちによる紛争、戦争、システム、愚かな決断、そして政府に本当に高い代償を払っている。私は問題について語る。 必要性を感じ、そしてこの子供たちが話すことができれば、表現することができれば、彼らは何を言うだろうかと考えた。彼らは自分たちを無視する社会について、私たちに何を言うだろうか映画の制作費は400万ドルである。プロデューサーのハーレド・ムザンナールは予算を増やすために自宅の住宅ローンを借りた。 ベイルートのスラム街に8年住むシリア難民の全員あるラフィーヤは撮影中は12歳であった。あるラフィーヤが演じる全員は彼にちなんで名付けられた。出演者の多くは新人であり、ラバキーは大画面でのリアルな闘争のために必要だったと説明した。あるラフィーヤはスラム住みの難民としての自身の経験を映画のセリフ作りに反映した。女優でもある。 ラバキー自身も出演しているが、小さな役割に止まり、新人俳優たちを中心とすることを望んだ。撮影は6ヶ月に及んで12時間のカットとなり、そこから2年以上にわたって、編集作業が行われた。ロッテントマトズでは174件の批評家レビューで、支持率は90%、平均点は10点満点で7.9点であり、批評家の一致した見解は、 存在のない子供たちは、激しい衝撃を与えるが、見る者にとっては賢く、思いやりがあり、そして最終的には、バランスの取れた人生を描いた感動的な映画である。となった。またメタクレティックでは33件の非評価レビューの、うち、高評価は27件、賛否混在は5件、低評価は1件で、過重平均値は75、100となった。 ニューヨークタイムズの英王スコットは2018年最高の映画で9位に選び、ベールートのスラム街や、貧民街での迷子の冒険を描いたこの悲惨で、多忙な物語で、ナチュラリズムとメロドラマが出会う。ラバキーは、最大の絶望の瞬間でさえ人々が持つ、活気、投資、ユーマーが失われないことを示していると評した。バラエティの J.Y. スバーグは、存在のない子供たちが、知性と、 心をその争点にもたらすラバキーの演出を大幅に改善したと評した。ハリウッドリポーターのレスリー・フェルペリンは映画を効果的なメロドラマであると評した。バルチャー .com のエミリー・吉田はあるラフィーヤを驚くべき忘れられない存在と評し、また忠実について言及されていないが私が今まで見た中で最も強力なプロチョイス映画の一つと解釈した。一方で 否定的な反応も一部にあり、ザ・ AV クラブの AA ダウドは、ドラマのために、ノンストップで苦難が押し寄せ、あらゆる瞬間で涙を壊れる悲劇の山盛りと評した。インディワイヤーのデビット・エールリヒは、深刻な誤算の羅列によって希薄化した、ソーシャルリアリズムの驚くべき作品と評した。 2021年1月24日時点で制作費400万ドルに対し全世界で6523万3793ドルを売り上げた。これはアラブ映画及び中東映画としては歴代最高の成績であり、またラバキーの前作、私たちはどこに行くのの2100万ドルを大きく上回るものであった。アメリカが収穫及び カナダでは2018年12月14日に限定公開された。アメリカ合衆国及びカナダでは166万1096ドル、それ以外の国々で約6692万5000ドルを売り上げた。中国では2019年4月29日に公開され、アベンジャーズ・エンドゲームに次いで初登場2位となった。存在のない子供たちは、 中国のソーシャルメディアでの口コミもあって、スリーパーヒットとなった。2019年5月5日までに、中国では2522万ドルを売り上げ、海外作品としては、アベンジャーズ、エンドゲームに次いで2位の週末工業収入を記録した。2019年5月16日までに、中国では3億元を売り上げ、中国工業でのサプライズヒットに発展した。 2019年6月29日までの中国での興行収入は5431万5148ドルに達している。第91回アカデミー賞外国語映画賞にはレバノン代表作として出品された。2018年12月に最終選考9作品に残ったことが発表され、さらに2019年1月に本選ノミネートが確定した。ありがとうございます。